3番高橋美津、史上空前の SG20 回目の優勝だ。あの激闘から1年、再び頂上決戦の幕が上がる。船橋池田正和、選手になる前からスーパースター優勝したかったレースなので、それを取れたのがやっぱ思い出ですかね。まあ出場だけできるだけでも嬉しいんで、もちろんまあ優勝するつもりで走ります。元祖スーパースター男が5度目の優勝を狙う。スーパースター男の意地見せます。長いセット、さあ高橋がここは2013年を代表するレーサー16名による最高峰の戦い、 SG スーパースター王座決定戦。今年はリアタイヤを統一し、その覇権を争う。大晦日最後の大一番を見逃すな。